見た目だと西田どれ？俺一番聞いてたこれだね。やっぱそれ、うん、ダニエル・イグエ、ま、ロンドン動物園で生涯出入り禁止処分を受けて何したんだよおい動物虐待してんじゃん。じゃあやだなこいつ。おお、エルで感想そうだね。はい、あっ、うん、ザビーネの資料でしょって。だからあの人もデッドセックだね。デッドセックの目の前で今もう銃ぶっ放したのよ。やるしかねえな。おおおすごい、来た。なるほどね、デッドセックの本拠地にセーフハウスの電源を入れろ、うん、なるほど。近かな。あーそこに書いてあるね、うん、誰もいねえって、うん、誰もいなくて電気もついてないのを。あれでもそれは違うんじゃない、人じゃない、人じゃないんじゃない、マネキン。マネキンか。インタラプト。補助電源。電源入ったよ。お。そしたら。デッドセックの登録者は検知できません。身分を明かさなければ出口を封鎖し、あなたのオプティックに保存されている酩酊状態で書かれたメールの文面を一字一句漏らさず読み上げ続けます。なあ、文句あるならザビーネに言ってくれる？あの人に言われてきたんだよ。ザビーネは生きているのですか？それは朗報ですね。私はバグリー、ああバグリー、デッドセックの超高性能 AI アシスタントです、うん、どうやら数ヶ月の間私は稼働していなかったようです。細かい話はさておき、私をデッドセックネットワークにつないでください。そうすればあなたが想像する以上の能力を発揮、いや、その私の停止中に何があったのか把握できます、うん、ああなるほどね、それ知らないとな。バグリーのサーバーを起動しよう。さあバグリーが復活すればね、もうだいぶ心強いんじゃない。めちゃくちゃピンクじゃんこんな色出すサーバーって。お、決めたんじゃない。お、でかいな、この時代のこのサーバーはすごいね。よし、ネットワークに再接続してデータベースをダウンロード中。ニュースアーカイブも、ウェアはテロリスト集団デッドセックがロンドン市内で爆破事件、ダルトンウルフが死亡、これはいけない、問題が山積みです。死んじゃったか、ね、でも死亡はてなだったから。そう、ね、デッドセックが爆破してないんなら真犯人は誰？ダルトンの件以来私のメモリには空白があります。途中で正直にお伝えすると、議事堂の爆弾は私が解除しました。ですが私がダウンした後で何が起きたのかは把握していません。正体不明のハッカーグループゼロデイが関与していたということは分かっています。 おそらく彼らが事件を画策し、うん、デッドセックに罪をかぶせたのでしょう、うん、こちらの端末へ来てください。ザビーネからビデオ通話の要請が届いています。お、ザビーネに通話、あ、それや、連絡しろ。あー、バグリだ、出てる。いいね、進んでんね。これはね、こっからはちょっともうデッドセック的な活動しがけだ。任務をザビーネ・ブラントにつなぎます。彼女の言うことをよく聞いておくことをお勧めします、はい、ようやくか、無事でよかった。バグリー、あんたのクソったれな声がまた聞けて嬉しいよ。記憶は残ってる？全く。最後の記録は本部が襲撃されたところです。手がかりはゼロデイという名のグループ、ご存知ですか、ね、この人ね。いや、でも本部を襲ったのも議事堂にいたのと同じ黒服だ。そいつらがそうだろ。全く隙がなかった全員撃ち殺された。全員撃ち殺された。撃たれた。どうやって逃げてきた？下水道を通ってカムデンに逃げた。知り合いが町から出してくれて、今は北部で身を隠してる。ザビーネとバグリーと、あなたは監視システムで重要人物とされています部分的にでも一致すれば追跡射殺されるでしょう。デッドセックを全力で潰しに来てる。なあ、私は味方だけど捕まるのはごめんだからな。リスクなら当然嫌ってほど分かってる。仲間を、全てを失った。それでも結局ロンドンは見ての通りだ。救うことができるのはデッドセックって存在だけ。本当に正義の味方、レジスタンスが必要なんだ。レジスタンスだなってよ。ここが始まり。自由だね、うん、だろ。民間防衛やってやる、抵抗してやる。よっしゃ。めっちゃ声が可愛いのよこの子。純だな。よっしゃじゃないよ。まあでも若い子からしたらワクワクするだろうねこの状況は、うん、
ならず者がロンドンを丸腰で行かせるのはあまりに無責任というものです。 MP5 あるよ。セーフハウスにはデッドセックにテックポイント、あ、これがあれだ、そのハッキングできるやつだ。うん、なるほどね。椅子となる装備があるのでご利用ください。へえ、ここが拠点になるってことかな。そうじゃない、テクノロジーメニューで新しいガジェットを購入しろ、これだ。ああ、ここだ。それは持ってるってことかな。あ、違う、持ってないんじゃない。 AR クローク、視界から消える。カモフラージュ、すごで、さあ買えないよってことか、そこら辺は。だガンジャムとかはさ、うん、やっぱ持ってない今。でもダルトンは完全武装。やっぱダルトンはもう全部持ってたんじゃない。完全武装だったんだ。うん。ショットガンとかあるじゃん。まあでもこれじゃない、やっぱり。スパイダーポット、あ、本当だ。ここか。なるほどね。編集でガジェットにスパイダーポット。うん、ああ、なるほど。顔認証技術から身元を隠せる高度なシステムがあります。マスクです。ついでに。あなたのワードローブの中身を新しくすることについても話し合いましょう。まったく、ご自分の姿を見てください。いいじゃん。いいよね。うん、かわいい。あー、すごい。あ、なるほど。見た目変えれるんだ。なるほどな。マスク、インナー、シューズ。まだ全然少ないけど、どんどん増えてくるかもね。うん、まあ、ちなみに。はい。UBI さんから、はい、いただけてるので、何をですか？服を。服？嘘？服もらってます。あ、本当に？ちょっとやってみる。やってみようか。ちょっとそれ着てみよう。これ。はい、これ。これを今14,500、はい、まあコインというか VT もらってますけど、はい、これ何でもいけるわ。15,000でも全部買えるじゃん。何でもいける。うわ。欲しいのある。ちょっと、もう一回。見せて。いっぱいあるよ。バンドル、あ、バンドルはそのセット、うん、やっぱ衣装だよね。うん、そこかわいいの、その1個のやつ。頭セット、アニメーション付きだったよこれ。あ、まあ、これなんか一押しっぽいもんな。これちょっと言っといていい？言っとくかこれ、うん、あ、なるほど。他は、あ、工作員も買えるんだ。工作員も買える。リンクス、あ、かわいい。キャラクター買えるんじゃん。なるほどね。バイパー、めっちゃかっこいいじゃん。あ、もう全員セットも買える。工作員セット。だ、工作員ってのはやっぱ、ほら、最初にほら、あったじゃん。うん、やられたらもう、戻ってこないみたいな。だから、ここで買うこともできると。なるほどね。これ買ったか。マスクも違うか。あ、武器スキンがもう全部ゴールデンなんだ。これで、これはやばいのになるよ。購入で買えるのかな。いや、もう多分あるでしょ。おぉ、増えてる。その右の方がいいかな。こっち、そっち、そっちの方がいいかな。こっちがいい、うん、あ、あれ、あ、今、あ、こうつけるとか。なるほどね。うーわ、もう悪趣味。あー悪趣味だな。テカテカしてるものって。あ、バッグはないな。あー靴。いや、すごいわ。マスクってどうやってつけるんだろう。銃構えるととかかな。銃構えると、銃構えらんねえね、ここはセーフゾーンだから。ああ、なるほどね。じゃあ後でだな、後で。ボクシングリングに入れ。ボクシングリング、ああ、だからその格闘を覚えろっすだもん、うん、結構だから銃でのアクションだけじゃなくて、うん、ちょっとそういうのも大事なんじゃないの。トレーニング。すぐ行くよ、準備してて。あれ、ユニー・ロビンソン誰。新キャラ出てきたの。新キャラ出てきた。格闘を教えてくれる人。あ、ただちょっと、ああ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 、びっくりした。びっくりしちゃった。パパパンパンじゃないよ。防御してきた人はガードブレイク。そう、それでいい。うわ、どうぐらいつけろよ。なるほどね。四角で殴れて三角でガードブレイク。ガードブレイク、ダメ、丸で回避。おー、で、四角でカウンター。うわー、うわ、カウンターが深い。こいつは誰なんだよ。いや、だから格闘。あ、さっきのあれじゃない、あの、バーにいた人やね。バーのマスターだよ。あー、そうかも。うん、
そんな気する。すごいな。格闘教えてくれんだ。あ、倒せ。びっくりした。わあ、強いぞ。おー、いいね。あ、ガード、ガード、ガードを。あー。うーわ。めっちゃ、ダッキング。強い。あ、いいね。うわ、それ、そのままで怖いな。おー、いいよ。あ。いいよ。うれうれおーいいようれうれおーほらほらトレーニングトレーニングトレーニングだからこれあはまいったってやりすぎだよよく手差し伸べるんだサッカーボールキックしたくせに入っただろうな今のうん顎ボロボロよでも手に入れた。良いですか。自滅したり、銃を早く抜きすぎて撃たれてはならないことくらいは分かっていますか。あ、なるほどね。ゼロデイを見つけて阻止する方法を考えているのですが、実体のある人の協力が必要です。準備ができていると良いのですが。なるほどね。うちが過激なテロリスト集団じゃないってことを証明するには、相応のダメージコントロールが必要になる。遅いよ。自己判断で動いてもらうことになるけど、デッドセックの一員だってことだけは忘れるな。そうだよ、だからもうあんな、もうあんな運転しちゃダメよ。まあね、確かに。あと相手がもうちょっとでも敵向けたからって、うん、すぐ銃取り出すのダメよ。気をつけるわ。ダメよ、これは。気をつけるわ。そうだな。俺はデッドセックの一員だもんな。そう。こっからは、その、うん、見た目はならず者かもしんないけど、ロンドンのために戦う正義のレジスタンスですから。うん、あれ採用開始。あ、何あ、ヘッドハンティングできるってこと？ヘッドハンティングできるみたい。工作員を。早っ。いや、バーに飲みに来てるだけの酔っ払いだってよ。いや。あんた、いい感じだな。ロンドンを救うのに必要なものを持ってる気がする。キョトンとする。デッドセックだな。あんたたちに伝えたい情報があるんだ。それで？俺の事務所全体がクビになったんだ。ほとんどな。300人だ。300世帯だぞ。卑怯者どもが言うには俺たちは入れ替えられたらしい。あー、リストラだ。すぎるよ。泣けてきた。俺はなんとかやってる。だがなんというかこの一件は匂うんだ。俺は技術系弁護士事務所の調査員だったが、そこの弁護士も全員解雇された。全員を入れ替える理由がどうしてもわからない。つまりあんたの後任を調べろって。そうだ。もし力を貸してくれるなら相応の礼はしよう。ちゃんとだから、そのヘッドハンティングするのに条件があるんだ。うん、すぐだよ、もう。よし、まず落ち着こうぜ。リストラして酒飲んでるやつ今採用したんだよ。リストラされて。アーロンを採用しろって。あれ、もう言ってたのに。また違う。え、こいつアーロン？こいつアーロン。ああ、よかった。違うやつ採用しちゃったじゃん、一人。あんたいい感じだな。どんどん少なく必要なものを持ってる。この入りね。で、つまりこの入り。君はデッドセックなのか。だとしたら頼みたいことがある。僕を騙したギャングに復讐したいんだが、手を貸してくれないか。お、勘違いすんなよ。デッドセックは殺し屋じゃないっつーの。ああ、僕も暴力は嫌いだ。車を持ち主から解放するのを生業としてただけだよ。とんでもなく高級なスーパーカーを盗もうとした時に予想外のピンチに陥ってね。ボスは僕を見捨てて車だけ奪って逃げたんだ。僕はなんとか逃げ切ったが、あの男が今もその車を持ってると思うと許せないんだ。聞けよちゃんと。だから奴から車を解放してやってほしい。力を貸してくれ。働きに見合う礼をすると誓うよ。いいね。入るとは限らないかもね。一員になるとは限らないかもね。ただお礼しよう。あ、ほら。アルビオンオペレーションデータを入手しろ。アルビアンのプロパンガードです。レジスタンスの構築には専門スキルを持つメンバーが必要になります。どんなスキルも有益ですよ。ベアナックルボクシングのリングは人と暴行し合うのが得意な人物を探すにはうってつけの場所と言えます。相手を倒せばやめろって。も対戦する機会が得られます。やめろって。肉体に優位性を示せばデッドセックへの参加も検討してくれるか。これめっちゃかっこいいじゃん。知らないよ。しかっすー。うわ、勝手に乗ったよ。え、何これ。すごいね。どうなってんの。テクノロジー企業が非道徳的な活動ですって。あ、もうあのスマホとかで動かしてる世界なのかな。すぐに調べましょう。私に任せなって。自動運転どころか、うん、
怖い怖い怖い、私に任せなくてじゃないぞ、本当に対向車線だからな。あれでも左側通行にしてあるね、日本だからかな、日本の設定になってるからかな。うわぁ、いや何それ、しょうがなくないんだって、邪魔だもん。いや違うよ、その考え方がいけないって言うんだよ。ザビーね、ザビー大丈夫だよ、まだだってあのあれがついてないもん、あれがあのザビーに首にした方がいいぞ、こいつもうあの三角が邪魔だからで人殺すぞ、こいつ。いや、蛇行運転すなよ。怖いなぁ。こんだけ煽り運転が問題になってる世の中で。あ、でもすごいハンドリングじゃない？いや、これは俺がちゃんとドリフトしてるからだと。あ、止めてるちゃんと。うん、あそこじゃない？そこまで、うわぁ、もう。いや、もう。デッドセックとか関係ねえよ、もう。個人でやるよ。待って、お前。おい、シドビシャスみたいなのに嘘、採用できんの？ちょっとね、いい顔してた。あんたいい感じじゃないと思った、うん、いい感じじゃないと思った。もうちょっと文句考えろよ。誘い文句。世界を変えたいって顔してんな。してねえよ。お前デッドセックだろ。よかった、頼みたいことがあるんだが。暇ならやってもいいけど、なんかあった？わかった、正直に言うよ。俺はクランケリーのために密輸してる。いや、悪いやつしかいない、この町。わぁ、悪人だったわ。タバコや酒とかな。小遣い稼ぎには良かった。まあ、こうやつもいてもいいからね。村事情、闇の事情を知ってる。拳銃やライフルだぞ。んなもん、関わりたくもない。それで？今すぐ辞めたいが、うん、俺が辞めたってすぐ別のやつを探すだけだろう。うんうん、武器の出荷を止められないか。町に流れたらまずい。俺のせいで死人が出るのはごめんだ。わかった、うん、なんとかする。ありがとう、やってくれるならもちろん礼はするぞ。うん、やっぱちゃんとね、約束しとくのは大事だ。なるほどね。工作員増やすのこれ楽しいな、多分。そうだね、だから探したいよね。うん、こいつだけは入れたいってやついるかもしれないしな。危ない、避けて。ごめんね。避けて。上じゃない、なんか。あ、ここじゃん。うわぁ、そこだ、その上だね。おい、バコーンってやんだって。ここだね。それ取っていくんだ、そこの建物。もう遅いよ、見かがめんの。あそことか入るわけじゃな。あ、そのドア、ちっちゃいドア、ホッキングできるよ。お金がってことか、それは。お金が手に入るんじゃん。あと銃やめって。絶対突入しようとしてんじゃん。ダメだって突入しちゃう。そうね。ここは。その横は？あ、止めた。どうやって行くんだろう。ね、上行きたいね。上登りたいね。それこそさっきんとか登ってくるんだよね。かな、うん、なんかそんな感じするね。まあシザーリフトがあるってことはそういうことだよね。まあ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 。上へ下へバック前進。おあ、でもさすがに出れないバコーンって。ああ横曲がれない。今曲がれる。うおー、あーあああああ危ねえ。その屋根からピョンピョンっていけないかな。その屋根つくじゃないですか。気づき上げて、うん、あーいいね。うわすげえこれ。でそうなるって、そっかピョーンってピョーンって。ああそこ上がれない。登って無理か。無理かな。パイプないもんね、他に。無理だね。パイプも見当たらないから。あれなんかいる。めちゃくちゃ警察じゃん。めちゃくちゃ警察だ。危ねえ。そっちじゃないのかな、やっぱじゃあ。いや、俺、ここからで合ってるような気がする。その横からは、ちなみに、その今、真横。前に後ろに。ダーボバカ。ビークルをハックしたやつを探せ。ドローン、
ちょ、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 俺は何もしない。バレてない。嘘だろ。その横の家から、横の家っていうか。ハイジャック。ちょっと待ってね。反対側。その屋根の上とか行けない？いや、屋根の上は難しそうだな。外に出すか。ああ、なるほど。ああ、回り込む。うん。ありだね。その今、その横にあったあれから行けんじゃない？そのまま行っちゃうもん。うん、そうそうそう。あぶね。あ、いった。あ、いけるいけるいける。いけいけいけ。もう知らん、下で何が起きてるかわからん。あー、危ない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 。そこ行けそうだけど、ママも前まで行った方がいいか。ハイジャックをやめんのは。あー、か落ちる。おー、いった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 。あー、でそっからもうピョーンじゃない？違うか。あ、その上。いや、行けんじゃない、さすがに。行って、ここピョーンでしょ。あ、ほら。あった。あ、物理的だ。物理的か。触りに行かなきゃいけない。そこ止めんじゃない、そこ。うわ、行った！おい！来た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 。やっと来た。これ、いろんな方法があるんじゃない？ここに来るための。うん、そうかもしれない。だいぶ下法だったもんって、今やったの。はい、あ、おお、デッドセックは諦めないぞって。あ、一個ほら、チェック入ったよ、無事。ほんとだ。アルビオンのプロパガンダを妨害しろができたわけだ。したら戻って、次はオペレーションデータね。うん。じゃあそこまでやろうか。そこまでやろう。いいね。よくやった。これで人の目を引ける。それでいけんもん。アルビオンに立ち向かう人間がいることを見せてやりな。めっちゃ便利。これめっちゃ便利だわ。のろしを上げて。みんなを先導するんだ。何にせよ、皆さんの目の疲れは取り除かれることでしょう。で、次はアルビオンの計画に関する情報を確保してほしい。そうすれば、序盤の乗り物じゃないだろ、これ。次にこっちがどう動くべきかもはっきりする。いや、これめちゃくちゃ便利なのに手に入れたら。遅いけどな。まあまあまあ。まあまあまあ、いいんじゃない。全然。ドローンにもドローンよ。あー、もうドローンもよ。破壊だよ。横転すんのかな、これ。なんか死なそうだよね。うん、なんか死なそう。これ最強かもしんない。最強の乗り物見つけたかも。このゲームでスピードだけだもん。うん、上に誰いるか下から見えてないですよ、絶対。そうだね。で、こっから銃撃てばいいしね。確かに。なんかあったらこれ、PVP がもしウォッチドックスに追加されたらやばかったな、うん。これの操作性なさ。めちゃくちゃドローンがもう追いかけてるじゃん。これ最強だな。見たことないよ、こいつ。この音。周辺を調べろ。意外と重いしな、ちゃんと。バレてない。やっぱ。遅い。遅いんだよな、問題は。どこ行きゃいいんだろう、次。いや、あの四角の。さ、あの、ここでしょ。あそこどこなの？左下、マップの左下の。結構遠いんじゃない？嘘？わかんないけど。誤解されるよ、UBI ソフトさん。なになに？いや、こういう遊び方を楽しむゲームでしょ？ウォッチドックス、こういうゲームじゃないんだけどなって。いやいや、こういうゲームでしょよ。まあでも多分、クリアするための手段はもうほんと自分で考えろっていうね。うん、一番自分がやりやすい方法を見つけろっていうゲーム。やめろよ、お前。バカ。それ撃てんの、それ。わかんない、やっていい。ガラスの音。うん。あ、やばい。もう着いた。けけけけ、もう逃げろ、逃げろ。ハッキングしねえと。それじゃない、それじゃない。ハッキングできねえの？今、あれかな、見られてるからかな。めっちゃ。めっちゃ後ろから撃たれてますよ。あ、しかもなんか止められたかも。え、あれ止められたのかな。通行止めみたいな。うん、へえ。あー、危ない危ない。あー、危ない危ない危ない。あ、しかもなんかそう、ずっとマークされてる。いけいけいけ。そりゃそりゃ総動員するわ。あーあーあーあ、横転。明日は。ここまで持ってきたのに。
もう走りで行くしかないよ、もう。うーわ。からもう走り。うお、戻った。いや、もういいよ。まあ、一応ここに、ここにあるっていうね。そうだね。もう、もうすぐだよ。多分。あ、見えた。被疑者の動きを止める。現在追跡中だ。いやいや。もうちょっと、頑張れ。ここ、はい、左。あ、うん。中か。ドローン強えな。ね。あ、でも巻いてるんじゃない結構。ちょいちょい。で。ああ。え？立ち入り禁止エリア。了解。でも立ち入り禁止だからこう見られるだけで。バレちゃうんだ。誰でも好きなやつを逮捕できるし、裁判所に命令すれば刑務所にも送れるってことじゃん。それって裁判って言えんのかよ。やばいな。でも反対派の中からどんな中入んなきゃいけないんだよ多分ね。そうだから本当は、本当はこんな状況で来ないで、立ち入り禁止エリアはその見つからないように入るでしょ。奴らの活動を邪魔するなら必要な情報が。きつないきつないきつない。あー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 もうもうダメだ。いや今のはしょうがないじゃん。見つかってたんだ。銃撃ったのがいけないな。あの銃がダメだってやっぱり。そう。いやもう銃やっぱ銃は撃っちゃいけないね絶対に。わかったわかったわかった。街中で。そうだね、銃撃つのはダメ。あの車で引いちゃうのはまだ大丈夫なんだけど。大丈夫じゃないんだけど。そのバレるね。すぐあの、うん、なんかこう目つけられちゃう。うん、どっからだ。あそこ入ったとこからじゃないかな。あれ。何それ。自撮りしてるね。あ、目の前じゃん。いいよ。うわ、かぶってるよ。そりゃそう。あ、でもあそこに行けんじゃん、黄色いところ。うん。そんなに怖くないし。さーって言って、さーって言って、なんだこれ。あ、やばい。あ、やばい、バレてる。なんかガロしてる、ガロしてる、めっちゃ。強いんだけど。オッケー、オッケー、よし、で、もう右上がっちゃう。上がって。左曲がってそこまっすぐ。なるほどね。あのステルスでさパパッと倒したじゃん、うん、ダル君ダルトンが、うん、あれはやっぱ特殊技能なんだ。諦めるんだな。まだ近くにいるはずよ。片待ちでね。ガルガードガルしてるガルしてる。殴ってああいういよ。あーあ、いける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 いや、どうだろうな。R2 で走るだっけ。うん。ちゃちゃ。さーっていってる。それ飛び越えらんない。飛び越えらんないんだ、こういうとこね。柵の上か。薄い柵じゃないね。うん。左。おー、あった。なるほどね。で、でオッケー。ああ。いいよ。もう逃げるよ。お。で。来た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 。よし。ああ。なるほど。抵抗力上昇。カムデンの。なんでカムデン。なるほどね。こんな感じでいろいろやってると。なんかわかった？アルビオンが重要標的とみなしている対象者のリストを手に入れました。
ロンドンの平和を脅かす存在という基準で選ばれています。ご覧ください。ジャーナリストに、この方は保護施設の運営者ですね。あらら、ああ、戸締まりには気をつけませんと。だからもうデッドセックみたいに、反乱の種として、あるいは不服従の兆候を示す存在として見られてる。アルビオンは市民が立ち上がる前に拘束してるってわけだ。皮肉なもんだけど、このリストを使えば味方になってくれそうなやつを見つけられるかもな。お手柄だ。なるほどね。なんだかんだ悪いやつばっかってことだ。ミッション開始。明白なメッセージ。だからそうやってどんどんミッション追加していくと、活躍の成果はすでに現れ始めてるぞ。前に見つけたリストに、アルビオンを調査しているカムデン在住のジャーナリストを見つけた。コンタクトを取ってみたら、こっちが使えそうな情報を握ってるって話だ。会ってみて損はない。座標ちょうだい。かっこいい車だな。奪ってるよ。最高だね。いやまあこれはやっぱいいね。かっけえ、こういう車。そっちじゃねえけどな、全然。まあ、うん、こんな感じで、そうですよ、ストーリーを進めていくと、うん、これを進めて、まあ本当にそのテロリストっぽいけど、うん、やってることはレジスタンスと、うん、でこういうふうに電子機器をハイジャックしながら、うん、いろいろと任務を遂行する、うん、でもキャラクターも多かったし、うん、あとはその何より手段がねだいぶやばい手段してたけど、そうね、選べるってのはいいね、うん、はいはい。さあというわけで、はい、ウォッチドッグスレギオン、うん、ちょっとね、まあ、全然触りの触りだろうけど、うん、やってみましたけども、ちょっとこれはねかなり自由度高い、そうだね、ゲームになってまして、まあ、一人で黙々とやっちゃうタイプのゲームだねこれ。そうね、うん、いろんな手段を試したりとか、うん、まあ、あと今回この今選んだキャラクターはその銃を持ってるってキャラだったけども、うん、他のね、なんか人たちは変なガジェット持ってたりとか、うん、変ななんか資格を持ってたりとか、うん、それこそさっきの立ち入り禁止エリアに入れるみたいなさ、会員カードとかあったじゃん、うん、そういうのとかもあるかもしれないし、うん、そこら辺は本当に皆さんのプレイ次第ということになりまして、うん、まあこのようなウォッチドッグスレギオンは面白いゲームなので、はい、皆さんも、こういうちょっとレジスタンス的なのを楽しみたい場合は、うん、遊んでみてはいかがでしょうか、うん、よろしくお願いします。と思います。はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、またね。チャンネル登録お願いします。